いきなりあの雲の呪霊にまた呼び出されたけど、今日は何すんだ？あの気持ちが悪い呪いに呼ばれたが、俺も忙しいんだがな。え、スクナも呼ばれたのか？そうだ。女子供と遊んでいるところを呼ばれたからだ。若干機嫌が悪いぞ。まあ、いつも女子供と遊んでんな。女子供が遊ぶのは、心身たしなみだろう。本当か？で、気持ち悪い呪いはどこにいる？確かに。ここにいますんで。すいません、あのちょっと気持ち悪いって言われると心が傷ついちゃうんで、ちょっとやめていただいても大丈夫ですか？いや、当たってるからな。やめはしないぞ。あ、やめない。結構頑固なタイプなんですね。なるほど。うん、そうだ。まあちょっと機嫌悪いってことなんで、後でダッチワイフ渡しておきますんで、それで機嫌直してください。よかろう。いいんかい。ダッチワイフで満足するんかい。ジェニファー・ローレンスのダッチワイフだった。ああ、それならまあ。いや、そういうことじゃないのよ、今日は。そういうことじゃないの。今日何で呼んだんだよ。今日呼んだのはね、ちょっと、ね、あなたたちにもうちょっと仲良くなってもらおうと思ってね。まあ、そんな必要はないだろう。仲良く、スクナと仲良く？むしろ俺に対して合わせるべきだろう、この小僧が。いや、それは俺はもう宿主だからな。お前が媚びへつらうべきなんだって。もう仲悪い。もっと指を早く食ってくれ。もう仲悪い。もうダメですよ、ちょっとね。もう一人の僕的な感じのね、雰囲気になってほしいんですよ、僕はね。遊戯王か、それ。相棒です。相棒っていう呼び方して、最終的にはほらね、ツアーが終わる頃にはもう相棒呼びですよ、相棒呼び。お願いしますよ、本当に。何シーズン目の相棒だ。何シーズン違う、ドラマの方だけど。あ、それ違ったか。亀山。のちが亀山だ。つくなさんが。俺か。なるほど。俺、右京さんなのか。あんな冷静な感じじゃないけどな。いやいや、まあまあ、ちょっとやっぱ仲良くね、なってもらいたいんで、今日はね、二人お呼びしました。なるほど。はい。もう納得はしないけど、何をするんだ、今日は。いや、ちょっとお遊びをね、して、ちょっと親交深めようじゃないかと。どんな遊びだ？今回やる遊びは、なぞなぞです。なぞなぞ？なぞなぞです。そんなつまらんことに俺を呼んだのか。いやいや、つまらんって言ってますけどね。逆に言うと、これ全く解けないようだったら、やばいっすよ。なんだと？え、見てる視聴者、スクナって結構バカじゃんってなっちゃいますよ。いいんですか？そんなことはないだろう。そうですよね、そうですよね。俺ほど聡明な呪いはこの世に存在しないぞ。そうですよね、IQ が高ければ高いほどやっぱりね、あがめ立て祀られますから、よろしくお願いしますよ。女子供のために頑張ってやろうじゃないか。はーい、女子供がいっぱいコメントしてくれますから。なんすかこの間は一体。まあまあ、ここら辺でな、まあ、IQ 格差をなつけとくのも、まあ、確かにいいかもしれないな。そうでしょ。もう確かにユージの IQ は若干低いように感じるからな。いや、俺はスポーツも勉強も文武両道だから。そうだ、これは俺の得意種目と言っても過言。なるほど、じゃあやっちゃいましょうか。やるのか。はい、やっていきましょう。ザドリー、ユージと両ベースクラのなぞなぞ対決。さあ、準備はよろしいですか？もういつでもバッチコイ。よし、じゃあ行きます。じゃあ1問目、なぞなぞ。自分で。今何時？ピポン、はい、20時。なんで8時。いや、それ今の時間やん。そんななぞなぞちゃうやん。今何時って違いますね。そんななぞなぞ出さないでしょ、普通に考えて。なるほど、分かったぞ。はい、現代社会的なことだろうな。お、スクラさんどうぞ。じゃあ言ってくれ、今何時？そうね、大体ね。そうで大体ねじゃないです。ピポン。違ったか。はい、ユージ。一大事。違います。普通に違います。もしかして今何時？分かった。はい、スクラさん。なるほど、こういうことだろう。はい。今何時？虎杖ユージ。残念ながら違います。残念ながら違いますね。そういうことじゃないです。やられたって思ったのに。この流れだと正解だろう。いや、違う。どう考えても。今何時で虎杖ユージ、ちょっと意味不明なんで。それも意味不明なんで。意味不明と言うんじゃないよ。言い踏んでるのはいいんですけど。殺すぞ。すいませんでした。すいません。圧がすごかった。わかんないですか？じゃあヒントいきますね。今、これは漢字で何時っていうことですね。何時。何時っていうのを漢字にしてみる。はい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 。はい、どうぞ。今は4時。違います。違います。え、なんで漢字1234。違う違う違う、そういうことじゃなくて、何時を漢字にしてみてください。何時を漢字。ああ、なるほどなるほど。わかります。わかったぞ。わかります。4だろ。え、4だよな、少な。4だろ。
4じゃないか、はい、何時で1234だろ。 4!4! 完全にこれは俺と今ユージは理解し合ってるから仲良くなってたってこと。俺たちは今はシンクロしてるぞ。俺たちは通じ合ってるな。どう考えても通じ合ってるぞ。うん、絶対4時だよな。答えていいですか。4時だ、4時だ、4時。違います、2文字です。今は何時なんで、ん、今2文字です。ひらがなの今が何なるほど。なぞなぞなんですけど、種類的には引っ掛け意地悪なぞなぞクイズになってます。引っ掛け、 もしかしてこれからも全部しょうもない引っ掛け意地悪クイズが、なんかこういう問題どっかでやった感じがある、意地悪いのがあると思ってたら、ね、懐かしい、なんか懐かしい、自動車教習所の教習所の問題みたいな感じだな。効果測定で出てくるああいうデータ、いじらしい感じだな。あ、ありますね、ありますね。引っ掛けにやっぱり引っ掛かっちゃダメですよ、人は。そこはね、うん、引っかからないようにしてください。じゃあ行きましょう。じゃじゃん。いいだろう。木の上に鳥が6羽います。漁師が銃で1羽の鳥を仕留めました。さて残りの鳥は何羽でしょうか。ピポン。はい、ユージ。まず木の上に鳥がいすぎ。いやいや、そういうことじゃないですよ。ね、分かったぞ。はい、どうぞ。答えはマイナス4だ。ほう、というと6-10でマイナス4だろ。6-10でマイナス4。あ、10で振ったから10を引くってこと？6から10を引いたらマイナス4になる。そういうことだろう。ちょっとね、さすがスクナさん、違います。毎回それっぽいの持ってくるようなスクナ。おかしいな。ここはスモートにピンポンという音が聞こえると思ったんだがな。まあこれ引っ掛けなんでね。まあ漁師が10で。はい。わかった。お、ユージ。一発しか撃ってないけど。はい。腕のいい漁師だったから全部へっそで答えは全部。いやいやいや、あの、頭つき抜けないから。違うの。違います、違います。はい、では答えいいですか。なんだろうな。はい、答えは、0話です。俺さっき0話って言わなかった。俺も確か6-10は0って言ってる。マイナス4って言いましたし、マイナス4っていうのは実際存在しないわけだ。いやいやいや、この世に、ま、この世の生活する上でマイナス4っていうのは、じゃあ0って言ってください。ほぼ0だろう。俺前段ヘッショで0って言わなかったか俺。いや、理由は前段ヘッショ。違いますね。そう、前段ヘッショなんてそんな技術持ってないです、漁師さん基本。理由まで込みで答えないといけないのか。やっぱそうですよ。あー、あ、そうでしょう。単純です。銃の音でみんな逃げてしまったからです。なんだろうかな、余計さっきの問題よりも自動車学校の問題っぽくなってるのはどうなんかちょっと、なんだろうな、すっきりしない。正直こうな、すっきりしないな。すっきりしないっすか。ちゃんと大人向けのね、じゃあなぞなぞ出します。の、ついに俺たち向けの、はい、大人向けのなぞなぞ40来たか。いきましょう。私幼稚すぎたからな、今までも。確かにガキすぎる問題はいらないんだよ。はい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 、じゃあいきますよ。どんとこい。なんでも4冊の本があります。新米刑事へ犯人からのメッセージ、雪の上の消えた足跡、大食い弁護士の謎解き法廷、素足の犯人、謎の失踪、この中に推理小説があります。どれでしょう。まあ一見全部推理小説に感じはするんだかな。確かに、はい、でも一冊だけなの。そうですね、一冊だけなんだな、はい、なんだ。さあ答えわかりますか。推理小説。ん、もう一度言ってくれ。推理小説です。あ、ちょっと待てよ。分かった。ちょっと待て、どっちが早いかな。はいはいはい、俺だ俺だ俺だ。なんでこうつくの。じゃあつくの。では一斉ので、あ、せーの番号を言うか。数字を程度で言う。そうですね、分かった。じゃあせーのと言ってくれるのに。行きましょう。せーの4。え、おっと、分かれましたね。じゃあまずはスクナさんから聞いてみましょう。なんで1番ですか。てっきり推理小説だと思ったんだがな、炊事に聞こえたんだ。炊事小説、新米、つまり新米。炊事に関係するのは新米ということだろう。つまり炊事小説ではなくて炊事小説。そうなると米が、賢いな、米が炊いてるのは1ということだ。なるほど、そういうことか。そういうことですね。違ったのかな。そう、ちょっと残念ながら違いますね、それは。違います。はい、じゃあユージ、なぜ4番。じゃあスクナ、説明してやるよ俺が。推理小説ってことは、推理、巣が入ってる小説で、この中で名前に巣が入ってるのは素足の犯人謎の失踪だけ。つまり答えは4番の素足の犯人謎の失踪。そういうことか。ピンポーン。そうです。すごいな。その通りですね。さすが俺様の器であるユージだな。
いやいや、もうさすが俺も少なとは違うな、やっぱり長生きだけのボケ老人とは違う。いやーやっぱ若さイズパワー。まあ俺が中に入ってるからそういうことだろ。いや、やっぱ俺だな。わかりました。じゃあね、今回次の問題が最後ですけども、これは、スクナにとっては答えやすい問題かなと思いますんで。うわ、悲劇悲劇それ。どういうことだ。まあいいだろう。まあ俺が呪術廻戦の主人公だからな。いや、主人公は俺だろ。じゃあいいですか、問題出して。いいだろう。うん。ラスト問題です。初めての時はなかなか上手にできなくて、いろんなところを使います。最後に穴に棒を入れてフィニッシュ。これって何？なるほど、わかったぞ。お、スクラさんどうぞ。ゴルフだろう。ゴルフ、なぜ？まあ、初めての時はっていうのは、いろんなこう、まあいろんなクラブがあるんだから。はい。まあそういったものをいっぱい使って、はい。最後、プレーが終わる時は、はい。こう、フラッグを穴に入れるんだ。なるほど。だからゴルフじゃないか。違います。ああ、いや俺もそれだと思ってたけどな。違いますね、うん、ゴルフではないですね。もう一度問題を言ってくれないか。もう一回いきますよ。初めての時はなかなか上手にできなくて、いろんなところを使います。最後に穴に棒を入れてフィニッシュ。これって何？なんかちょっとテイスト変わってないか、さっき。うん、確かに。いや、もう変わってないですね。まあちょっとあまり考えたくないものも一つあるんだかな。ああ、もうスクナ浮かんでるのか。浮かびました、答え。いや、まあ確かに、まあ、ただこれ謎謎だからな。浮かびました。ああ、確かに謎だもんな、これ、はい。まあそれをストレートに答えて恥をかきたくないという気持ちもあるわけだ。いや、でも思いついてるんなら行った方がいいんじゃないのか、スクナ。わかんないです。それ合ってるかもしれないじゃないですか。確かに。うん、いいだろう。ではどうぞ、スクナさん。焼き鳥だろう。焼き鳥、ほう、なぜ？ん？初めての時はこういろんなこう焼き鳥の肉を食べて、はい、最後は、はあ、あれだろう、ほう、焼き鳥のこう串をしまう、はい、あの筒があるだろう、はいはいはい、入れてフィニッシュだから焼き鳥じゃないか。はあはあはあ、違います。結構食い気味の違います。はい、違いますね。なるほど、はい、じゃあ俺がもう答えてるから、そうだね、そろそろユージにも答えてほしいな。まあ、間違ってでも合っててもいいからね。うん、答えてもらいたい。答えてほしいな。答えてください。最初はいろいろあるけど、うん、最後は、うん、穴に入れてフィニッシュ。そうそうそう、穴に入れてフィニッシュ。それは何なんだ。はい、一体何があるか見当もつかないな。はい、なんて？ちょっと聞こえなかった。なんで？なんだ？なんて言いました？なんだって？え？いや、いやだから、うん、エッチ。エッチ？エッチって言って今。エッチ？エッチっていうのは一体どういうことだ？それはなぜエッチなんですか？どういうことだ？いやだからそのいろいろの後に、はい、あのだから最後は、はい、そのフィニッシュだから。はい。何の説明にもなってないですよ、今のも。何の問題文ちょっと読んだみたいな感じになってますよ。うんだ。いや、違ったな。いや、というのは、あの棒を入れるのか。スクナがもう、かたくなに閉ざしてたことを言いましたね。ね。もう、絶対言わねえぞって言ってたことを言いましたね、今。エッチ違います。まあ、違うわな。まあ、怒ってる。うん、なるほど。スクナの代わりにな、ね、言ってやったみたいなところ。ゴルフは近いんですよ。ゴルフ正直近い。あ、もう、正解にしてもいいぐらい近いですね、実際。んじゃあ分かった、もう一つだ。はい、どうぞ、スクナさん。ビリヤードだろう。ビリヤード。なるほど、でも穴に玉入れちゃってんすよね、それ。玉入れちゃってんすよ、それは。うん、だからちょっと、合ってるかどうか分からなかったんだ。棒入れなきゃいけないんですよ、穴には。違います、もう答えはですね、これ、けん玉です。うん、なるほど。けん玉ですね。じゃあユージが言ったエッチっていうのも、これはでもあながち間違ってないんじゃないか。まああながち間違いじゃないですけどね。ですからそれを掘り返すな、うん、やろう。うん、まあ、だからこの問題は正直ユージの勝ちでやろう。それ哀れみの勝者をやめろ。俺にするな。いいかな。これ本
来はですね、女性に向けてやるんですね。女性に向けて、え、もしかしてエッチみたいなのを引き出す、ただのセクハラ問題です。なるほど。まあそれが結局結果的にユージがセクハラを受けたと。そうですね。この世で一番くだらない。一人で顔を赤くして、いや本当くだらないこの問題。あーくだらない。今でも思い出すな、あの遠慮がちの。いやもう鳥、あー全然ヘッチと、あー切れたな。ちっちゃい声でね、ちっちゃい声で。あー焼き鳥、今日の晩御飯は焼き鳥だ。これはもう無駄そう。どうだろうな、完全に逆効果でお互いの理解は全然深まらず、仲違いじゃないかこれは完全に。あ、そうですか。なんか逆に僕にヘイトが向いてよかったんじゃないかなと思ったんですけどね。ダメでしたか。いや、もうスクナは許さない、二度と。あ、まあいつかこの小僧を食らってやる。もう絶対体は貸さ。やはりこの二人は相まみえないということで、なかなかやっぱ遊戯王チックにはいかないですね。なんか最後え、なんか来るかなと思ってましたね。なんかそこで終わりかなと思って。まあ終わりでもいいですけどね、あれで。